というわけでね、今日はカルネ君がやってきてくれました。カルネ君はね、今エアコンのね、風の吹き出し口のすぐ下にいるんですけどね、暑いっすね今日は。特にさすがの勝浦市でも、隣の勝浦市でも30度を超えたようですよ。相当暑いっすね。暑さ対策はどうですか？やっぱりね、体を短くすることだと思うんだ。やっぱりね、短くするとその分涼しくなりますよね。夏はどうですか？楽しいですか？楽しいよ。でも暑いの嫌ですね。でも僕快適だからいい。なるほどね。じゃあそんなわけで今日もカルネ君ね、暑い中頑張りました。最後にご家族の皆さんにコメントは？ちょっと夕飯は何だい？何ですかね。以上中継でした。